江戸三座。江戸三座は、江戸時代中期から後期にかけて、江戸町奉行所によって歌舞伎工業を許された芝居小屋。環境三座、公居三座、また単に三座とも言う。江戸には、当初数多くの芝居小屋があったが、次第に整理されて四座になり、最終的に三座となった。三座は、江戸時代を通じて、日本独自の伝統芸能である歌舞伎を醸成。 明治以降も歌舞伎の伝道として、大正末年頃まで日本の演劇界を牽引した。歌舞伎の元祖と考えられている出雲奥に穴子や三三郎が寺院の境内などで歌舞伎踊りを披露して、大評判を取ったと言われるのは、慶長年間1596,615 15年のことである。その後、彼らを真似て、遊女や若主たちによる興行が、 各地の寺院の境内や河原などで行われるようになっていったが、江戸府内に常設の芝居小屋ができたのは早くも、寛永元年、1624年のことった。歌舞伎が太平の世の常人の娯楽として定着し始めると、府内のあちこちに芝居小屋が立つようになる。しかし、奉行所は風紀を乱すという理由で遊女歌舞伎、1629年、や和菓子歌舞伎、 1652年を止め、野郎歌舞伎には工業権を認可制とすることで、芝居小屋の乱立を防ぐ方針を取った。芝居小屋の数を制限した大きな理由は、江戸で頻発した火災への対応だった。町屋の中に立つ芝居小屋は一わその図体が大きいばかりか、構造上一旦火がつくと芝叩く間に、グレの炎を上げて燃え上がり、周囲の家屋にもたちまち炎症した。 当時の町火消しによる消火活動といえば、炎上している家屋や、それに隣接する家屋をぶち壊してそれ以上の炎症を防ぐというものだったため、芝居小屋のような巨大建造物が燃え上がるともおて、後用がなかったのである。こうして、府内の芝居小屋は、次第に整理されてゆき、遠方の初め頃、1670までには、中村座、市村座、森田座、 三尊座の四座に限って、櫓をあげることが認められるようになった。これを、江戸四座という。櫓とは、人一人が乗れるほどの籠のような骨組みに、二本の、梵天と五本の槍を組み合わせ、それを、座の縄文を染め抜いた幕で囲った、構築物で、これを芝居小屋の入り口髪型に取り付け、かつてはそこで、人寄せの太鼓を叩いた。 この櫓を上げていることが環境の芝居小屋であることの証だった。逆に櫓のない芝居小屋は、宮地芝居と呼ばれ、簡略な小屋掛けであること、舞台の上以外には屋根をつけないこと、引き幕、周り舞台、花道などの装置を使わないことなど、様々な制限が設けられた。聖徳四年、1714年には、三村座が取り潰されて、中村座、市村座、 森田座の江戸三座となる。その三座も座元、座の所有者が後継者を書いたり経営が困難になったりすると、工業権が譲渡されたり、別の座元が変わって工業を行うことがしばしばあった。京法末年以降、1735になると、三座にはそれぞれ事実上従属する、控え櫓が付き、本櫓が経営難で破綻し、旧座に追い込まれると年限を切って、 その工業権を代行した。江戸の芝居小屋は、寛永元年、1624年に、山城の狂言詩で京で猿若舞を創始した猿若寛三郎が、中京南地、中橋な、ん現在の京橋のあたりに櫓をあげたのに始まる。これが、猿若座である。ところがこの地が、お城に近く、櫓で打つ、人寄せ大鼓が、 旗元の途上を知らせる太鼓と紛らわしいということで、寛永九年、1632年には北東に8丁ほど、離れた、よろし町、ねぎ町、現在の日本橋堀留町に丁目へ移転、さらに慶安四年、1651年にはそこから、ほど近い栄町、栄町、現在の日本橋人形町3丁目へ移転した。その際、座の名称を、 座座元の名字であるる。中中村村に合わせて、中村座と改称してとしいる一方、寛永11年1634年には、先週堺の人で、京で座元をしていた、村山又兵という者の,の弟、村山又三郎が江戸に出て、吹屋町、吹屋町、現在の日本橋人形町三丁目に櫓をあげて、これを、山座、村、山座と言った。しかし、 村山座の経営ははかばかしくなく、上元年、1652年には、上州の人で又三郎の弟子だった、市村宇左衛門が、その工業権を買い取り、これを、市村座とした。境町の中村座と吹屋町の市村座は同じ、通りに面した目と鼻の先に立っていた。また界隈にはこの他にも小芝居の玉川座、古城瑠璃の薩摩座、 人形劇の有機座などが軒を連ねていたので、この一帯には、芝居茶屋をはじめ、役者や芝居関係者の住居がひしめき、一大芝居町を形成した。寛永十九年、六百四十二年、山村小兵、初代三村町大勇という者が小引町を四丁目、小引町、現在の中央区銀座四丁目の昭和通りの東側に櫓を上げ、これを山村座といった。 続いて、慶安元年、1648年には、筑前の狂言作者、初代、河原崎恩之助が、小引町五丁目、現在の銀座五丁目の昭和通りの東側に矢倉を上げ、これを河原崎座と言った。さらに、万治三年、1660年には、摂津の人で、うなぎ太郎兵衛と呼ばれた、森田太郎兵衛がやはり、小引町五丁目に櫓を上げ、 これを、森田座と言った。こうして、小引町45丁目界隈にも芝居茶屋や、芝居関係者の住居が軒を連ね、一時は境町、吹屋町に匹敵する、芝居町を形成、小引町へ行くといえば、芝居見物に出かけることを意味するほどの京となった。この三村座、河原崎座、森田座の三座を、小引町三座という。しかし間もなく、河原崎座が、 座元の後継者を書いて、旧座になったので、漢文三年、1663年に、森田座がこれを吸収する形で合併した。さらに昭徳四年、1714年には、江島・行島事件に連座して、山村座座元の五代目山村長太夫が、伊豆大島に遠投となり、山村座は、官居取り消し、廃座となってしまった。こうして、 小引町には一つ森田座が残るのみとなり、辺りには次第に観古町が泣き始める。そこに、教法の改革によってもたらされた不況の波が押し寄せ、森田座の経営は年を追うごとに悪化の一途をたどってゆく。ついに教法19年、1734年には、時代の大脳が加算で地主から訴えられてしまう。南町奉行大岡越前の裁きは、 地主側の訴えを全面的に認めたものとなり、森田座は返済で、首が回らなくなって、破綻、とうとうこれも急座に追い込まれてしまった。慌てたのは芝居関係者だった。芝居小屋は役者や狂言作者を雇っているだけではなく、周囲に数々の芝居茶屋や浮世絵の版元などを従えた、歓楽街の中核である。それがなくなってしまうということは、 小引町全体の死活問題でもあった。そこで、森田座に代わる新しい櫓をあげることが模索されたが、すでにこの頃までに、環境三座制が確立しており、新規の櫓が認められることはまず望めない。それならばと、かつて環境を得ながら廃座になった河原崎座、と座、霧座の座元の子孫が名乗り出て、それぞれの座の優秀書とともに、旧座の再興を願いたのである。 町の明かりが消えてしまうことは治安の面からも望ましいことではなかったので、超奉行所としては何らかの形で座の再興は容認することにしていた。しかし三座制の手前もあり、彼らすべてにこれを許すわけにはいかない。そこで再興するのはあくまでも森田座であるとし、三者のうちの一人が森田座の工業権を当面の間代行するという形これを許すことにした。そして、 森田座の勝手向きが改善した赤月には、大工業主は速やかに工業権を元へ戻すという条件をこれに付け加えた。こうして三者による恨みっこなしのくじ引きの結果、二代目、河原崎恩之助が、森田座大工業権を引き当て、翌教法20年、1735年に、河原崎座を復興したのである。河原崎座は、その後9年間にわたって、 大工業を続けた後、延響元年、1744年に再生なった森田座のもとに工業権を無事返還している。それから40年経った天明四年、1784年には市村座が破綻して、向こう3年間の旧座を町奉行所に願い出た。その結果今度は、霧町霧が大工業権を引き当て、翌天明五年、1785年に霧座を、 復興した。そして約束通り3年後の天命8年、1788年には再生があった市村座に工業権を返還している。この結果、もし将来中村座が急座するようなことになれば、都殿内の宮古座に、その工業権が渡ることが事実上確定し、ここに中村座、市村座、森田座の本屋蔵本屋らに対する、戸座、霧座、 河原崎座の控えあぐらという大工業の観光が定着した。この天明から完成、1781から1800年の時代は、天明の大飢饉で米価が記録的な高騰を見せたかと思えば、完成の改革による極端な緊縮財政で市場が深刻な不況に陥ったりして、経済は混乱を極め、庶民はそれに翻弄された。 酔い腰しの銭は持たないと言われるほど気前の良かった。江戸っ子も、そうやすやすと芝居見物へなどとは言っていられない、ご時世となったのである。この影響を諸に受けたのが芝居町で、客足が激減した三座はいずれも深刻な経営難に陥った。まず完成二年、1790年には、森田座が破綻して二度目の旧座、完成五年、1793年には、 時代退農請求の訴訟を数人の地主から起こされた中村座がついに旧座となり、これに続いて再興したばかりの市村座もまた破綻して二度目の旧座となってしまった。その結果、堺町には、戸座が、吹屋町には、霧座が、小菊町には、河原崎座が櫓を上げ、江戸三座はその全てが控えらとなる事態になったので、ある。さらに20年ほど下った文化14年。 1817年には、その前年に三度目の破綻で、急座した市村座に代わって、大工業をしていた、霧座が一年足らずで、やはり破綻するという局面を迎えていた。その結果市村座の大工業権は、霧座を経て、土座によって代行されるという変則的事態となったが、その翌年には、なんとその土座もまた破綻してしまうのである。 残る河原崎座はこの時すでに三度目の破綻で、旧座した森田座に代わって、矢倉をあげていた。そこで、市村座座元の十一代目、市村宇左衛門は、戸座座元の都殿内と図って、新たに、第四の大工業主を仕立て上げるという給与の策を、ひにり出す。白羽の矢が立ったのは、神田明神の宮所の芝居の座元の明跡、玉川彦十郎を預かっていた、薬保。 三蔵園の主人だった。彼の先祖が、女王元年、六百五十二年に吹き町で、櫓をあげた、玉川座は、その後間もなく、経営難で廃座となり宮所の芝居に転落。その後の興業もなかず飛ばずで、この文化年間には、もうすっかり忘れ去られた存在になっていた。そこで両座元は、玉川座は、実はその後も櫓をあげ続けていたということにして、漢文九年、 1669年には、堺町に移転、さらにその地で、元禄の初め頃まで都合34年にわたって、工業をしていたという事実を大胆にも捏造し、この虚偽の遠隔を記した、玉川座の遺書書と共に、市村座の工業権を、玉川彦十郎に代行させることを町奉行所に、願い出たのである。破綻急座した座の座元である、市村うざえは、 本来ならば、人目をはばかって謹慎しているべき身の上である。にもかかわらず、う左いもは、キリトとの大工業主をまるで持ち駒のように使い果たした挙句、三座性の枠組みを無視するかのように、新たな大工業主を模索し、芝居工業とは、全く無縁となっていた薬屋の主人を座元に、仕立て上げるというなりふりたまわぬ手段を講じた。しかも、古文書を調べれば、 すぐにでも鉄ツが露見するような虚偽の遺書書まで添えたとあっては、これは、もう立派な違法行為である。かつて、江島・岐島事件で没落した、山村座と五代目山村長大夫のように、うざいもんにとって、この申請は一つ間違えば、伊豆大島へ遠投、そして、市村座は廃座となりかねない極めて危険な賭けだった。ところが意外にも町部行所は、この申請を受理すると、 すんなりと数日内に、これを許可、吹き屋町には誰も聞いたことがないような、玉川座の矢倉が上がる一幕となった。この間わずかに3年、市村座切り座、戸座玉川座と、たらい回しされた工業券は、玉川座による3年間の大工業の後、文政4年、1821年に、無事市村座に返還されている。江戸で、文化末年から、 文政初年にかけて繰り広げられた、この未曽有の陳次からは、官居三座制が、江戸では単に常設の芝居小屋の数を制限するための、規制に終わらず、この頃までにはすでに、江戸歌舞伎の工業が存続するための根拠として、進化を遂げていたことが見て取れる。その鍵となったのが控えやの制度であり、また、それを極めて柔軟に運用したことだった。結果的にはこのことが、江戸では、 歌舞伎工業が衰退するようなことが、ただの一度もなかったことの最大の要因となった。環境の座勢や控え櫓の精度が発達しなかった、上方歌舞伎では、実際に、この江戸時代後期から衰退が始まり、その長落傾向は、収まることなく、戦後昭和まで続いて、関西歌舞伎は崩壊するに至ったのである。さて控え櫓の中でも、河原崎座は、 森田座の工業権を頻繁に対抗した。これは森田座の経営が極めて不安定で、資金繰りに行き詰まっては破綻して、急座することが特に多かったためである。森田座の地には、時に20年近くにわたって、河原崎座が矢倉を上げ続けていたこともあった。今日残る江戸三座を描いた西家や江戸府内の地図には、中村座と市村座に並んで、 河原崎座が描かれているものが非常に多いのはこのためで、ある。時代が下るにつれて、本屋倉と控え屋倉の関係は、表裏一体に近いものとなり、大工業は、負債逃れの上等手段と化していった。つまり本屋倉に借金がかさんで、首が回らなくなると、破綻休座によってその負債を一旦棚上げにし、代わって控え屋倉が一から商売をやり直す。 その控えヤグラも行き詰まると、やはり破綻急座して、負債を一時棚上げし、そこでそろそろほとぼりも冷めた本ヤグラが債権者に、対して、元本や、利子の大幅な減額や、返済年限の延長など、時に、債の防引きに近いほど債務者に、有利な返済計画を提示し、それをもって、本土最高にこぎつけるという具合である。債権者にとっては結局大損となったが、 それでも、本屋蔵が、返済不能で、廃座になりでもしたら文字通り元も子もなくなって、しまうので、少しでも焦げ付きが回収できる道を選ばざるを得なかったのである。天保十二年、1841年10月7日、中村座が失火で全焼、火災は境町、吹屋町一帯に延焼し、市村座も累焼して全焼した。浄瑠璃の薩摩座と、 人形劇の勇気座も被災した。織下幕府では、老中主座の水野忠邦を中心に、天保の改革が推進されていた。改革は逼迫した幕府の財政を立て直すことを目的としたものだったが、水野は、これと同時に倹約令によって、町人の税を禁じ、風俗を取り締まって、庶民の娯楽にまで成虫を加えた。特に歌舞伎に対しては、七代目、 一川段十郎を写しを理由に、江戸所払いにしたり、役者の交際範囲や、外出時の装いを限定するなど、弾圧に近い統制下において、これを庶民への見せしめとした。境町、吹屋町一帯が焼けたことは、こうした、後期粛清をさらに進める上での願ってもいない、後期だった。武行所は早くも同年暮れには、中村座と市村座に芝居小屋の再建を禁じ、 一方で、幕府は、浅草聖天町、省で、ん町、現在の台東区浅草六丁目にあった丹波、その米藩の下屋敷を修行。翌天保十三年、1842年2月には、その跡地一万坪余りを、大大地として、中村、市村、札、結城の各座に下し、そこに引き移ることを命じた。聖天町は、外堀の遥か外側、 境町、吹山町からは、東北に一里はあろうかという偏僻な土地だった。水野はそこに芝居関係者を押し込めることで、城下から悪傷を一掃しようとしたのである。同年4月、聖天町は、江戸における芝居小屋の草分けである猿若、寒三郎の名にちなんで、猿若町と改名された。夏頃までには各芝居小屋の新築が完了、9月には、 中村座と市村座がこの地でお年を行っている。さらに同年冬には、小引町の河原崎座にも、猿若町への移転が命じられ、翌天保十四年、千八百四十三年秋には、これが完了した。芝居茶屋や,や芝居関係者の住居もこぞってこの地に移り、ここに一大芝居町が形成された。河原崎座の移転が完了した直後に、幕府では水野が失脚。 天保の改革は頓挫する。そして、水野の目論ろみとは裏腹に、猿若町では三座がの木を連ねたことで、役者や作所の貸し借りが容易になり、芝居の演目が充実した。また城下では常に頭を悩まされていた、火災類症による被害もこの町外れでは稀で、相次ぐ修理や建て直しによる莫大な損益も激減した。そして、 戦争時三景を兼ねた芝居見物客が連日、この地に足を運ぶようになった結果、歌舞伎はかつてない盛況を見せるようになった。浅草界隈は、こうして、江戸随一の娯楽の場へと発展していく。この猿若町にの木を連ねた中村座、市村座、森田座、または河原崎座の三座を、猿若町三座という。慶応三年、1867年暮れに幕府が、 崩壊すると、翌慶応四年、1868年は春先から、江戸会場、船橋の戦い、上野戦争などの騒場が続き、猿若町への庶民の足も遠のいて、芝居工業は、不信を極めた。秋には六代目、河原崎恩之助が自宅で、老人の押入り、強盗に刺されて絶命するという、物騒な世情を象徴するような事件が起こり、 多くの芝居関係者を震撼させている。そんな中、新政府は同年9月末になって、突然猿若町三座に対し、よそへ早々に移転することを勧告した。しかし三座は困惑する。天保のところ替えからすでに25年、世代も交代し、猿若町は多くの芝居関係者にとって住み慣れた土地となっていた。ただでさえご一心で、先行き不透明な時情。 三座の座元はいずれも移転には慎重にならざるを得なかったのである。豪を煮やした東京府は明治六年1873年不礼によって東京市内の劇場を一方的に十座と定めてしまった。これを受けて市内には中橋、現在の中央区京橋に沢村座が九省町（現在の中央区日本橋九省町）に気象座が柿原町、 現在の日本橋柿柄町に中島座が四谷、現在の新宿区四谷に桐座が春木町、現在の文京区本郷三丁目に奥田座が新堀町、現在の港区芝二丁目に河原崎座が次々に会場していった。猿若町三座は頭ごなしに十座の中に取り込まれてしまった上、新劇場がいずれも外堀の内側にあるのに対して猿若町は 観楽街とはいえ東北に偏った地にあることは否めなかった。これが重い腰を上げる一つの理由となる。三座の中で最初に猿若町を離れたのは森田座で明治5年1872年に新富町、新富町、現在の新富二丁目に移転、明治8年1875年にこれを新富座と改称した。次が中村座で 明治十五年、1882年に出荷により、全焼すると、明治十七年、1884年に新劇場を、浅草西鳥越町、西鳥越町、現在の鳥越に新築、これを、猿若座と改称した。最後が、市村座で、明治二十五年、1892年に、下谷二丁町,町、二丁町,町、現在の台東一丁目に三階建てレンガ造りの、 新劇場を建てて移転した。新富座の座元、十二代目森高いよいよには、千見の民があり、明治九年、千八百七十六年九月に、新富座が累相により全勝すると、その場は仮小屋でしのぎ、その間に巨額の借金をして、明治十一年、千八百七十八年六月には、西洋式の大劇場、新富座を開場した。お年の来賓に、 政府交換や各国講師を招いて盛大な会場式を挙行するというのも前代未聞だったが何よりも新富座は当時最大の工業施設でしかもガス島による照明器具を備えてそれまでできなかった夜間上演を可能した画期的な近代劇場だった。以後この新富座で専属役者の九代目團十郎、五代目菊五郎、初代、 サダンの三名優が芸を競い合い、ここにダ菊左時代、ダ菊左時代と呼ばれる歌舞伎の黄金時代が幕を開けた。明治二十二年、1889年、福地大知らが演劇改良運動の一環として推進していた新たな歌舞伎の伝道、歌舞伎座の建設が始まる。しかし森田はこれを良しとせず、中村座、市村座、千歳座と連携して、 歌舞伎座が興行できないよう画策した。これは四座が向こう5年間にわたって、断菊左を、はじめ、大使官、柿津、総重郎、玄之助など、当時の人気役者を、順繰りで使えて、出ずっぱりにし、その他の劇場に出る余裕がないようにしてしまうという、協定で、これを四座同盟と言った。これがこうをそうして、歌舞伎座は完成後も一向に演目が立てられず、 立ち往生してしまう。福地はついに折れて、四座側に巨額の見舞い金を支払うことで妥協が成立、歌舞伎座はやっと会場できる運びとなった。森田はこの後、一時は経営陣の内紛でもめにも揉めた歌舞伎座に招かれて、その経営にも当たるなど、断菊左時代を通じて、歌舞伎界の中心に居続けたが、やがて断菊左が衰えて、 舞台を去ると、新富座も衰退した。代わって、表舞台に踊り出たのは、歌舞伎座の内紛で飛び出した、田村の有吉で、明治41年、1908年に、市村座の経営権を取得すると、ここで六代目菊五郎や、初代吉右衛門の若手を育て、この二人が、大将に入って、菊吉時代、菊吉時代と呼ばれる、第二の歌舞伎前世紀を築く。 菊吉はもっぱらに町町の市村座に出ていたので、この一時期を、二町町時代、二町町時代とも言う。これが、江戸三座の放った最後の輝きだった。やがて、市村座と新富座は、歌舞伎座と共に、関西系の小畜合名会社に買収され、その独自性を失っていく。大正十二年、1923年、関東大震災で、 新富座と市村座は共に消失。新富座は、その後再建されずに廃座となった。市村座は、仮小屋を再建したが、それも昭和七年、1932年には失火で、消失、以後再建されずに廃座となる。中村座はすでに明治二十六年、1893年に失火で消失、廃座になって久しかった。 ここに300年の伝統を誇った江戸三座も、ついにその歴史に幕が引かれたのである。他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。